サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。さあやってまいりましょう。高校3年生向け6月勉強法、理系科目編やってまいります。じゃあまず大前提ですね。カサニマロを登録してください。やる気ないときあるよっていう視聴者さんがいると思うんですけれども、カサニマロは英数国理社全科目対応です。なので新規動画に勝手に動画が流れてくるという環境を作ってみてください。カサニマロじゃなくてもいいんですけどね。一応カサニマロの方をポジショントークで説明しておきます。でまずそのやる気が100点だとしましょう。で大体ね50点以上、まあこの50点というのは人によるんですけれども、ある水準を超えるともうやる気って出るんですよね。だから51点ぐらいを取るとやる気が出て行動につながります。そうするとやる気が出て勉強という行動を起こしますよね。で行動が再びやる気を起こしますんで、結局行動そうすればやる気っていうのは起きるわけですよ。なので51点レベルになったらもう100点にバーッといくわけですね。ただ49だとですね、これもうオールオアナッシングなんです。オールオアナッシングローなんですよ。要は前科無科の法則ってね、生物やってる人はわかると思うんですけど、49だと思うのこのギャンって100に行くという現象が起きないし、行動にも移らないんですよね。そういう時に、まあ例えば20点から50点範囲のところで言うと、まあ YouTuber の動画をベッドでゴロゴロしながら見る。それでいいと思うんですね。で逆にですね、もっともっとやる気がない時っていうのはもうこれはね、エイス国立社じゃなくていいです。なんか本要約系チャンネルとか、中田のあっちゃんのなんか社会問題の動画を見てみてください。あれは多分大人の勉強なんですよ。大人のためのコンテンツなんですよね。ああいうのを先取りしておくことで未来というか世界というか広い見地でいろんな物事が見えてきます。それって結構大事なので、やる気出ない時はそういう方向で有意義な時間を過ごすっていう風にハードルを下げてみてください。はい。でですね、効率的な勉強法が知りたいよっていう風に思ってると思うんですけど、やっぱり自分で調べるのめんどくさいと思いますよね。なんでカサニマロの新着動画を見ておけば勝手にインプットできるよってところがあります。やる気が出ないなら自動化しましょう。ですね、志望校が決まらないけど大学調べるのも実はこれめんどくさいですよね。自分に向き合うのめんどくさいわけです。でしかも将来の夢とかなりたい自分ってのもないわけです。でこの前ね、言いましたよね。夢がないなら勉強するなっていう風に言ったんですけれども、そんぐらいなんですよ。だから逆算できないわけですよ。今、変な志望校をこう選んでて、共通テスト直前になってくると、俺はここまで勉強してきたっていう思い込みで、なんか全然向いてもない大学というか、やりたくもない学問分野に特攻しちゃうんですよね。そうすると、わあ、こんなはずじゃなかったのに、休学をしたりだとか、退学をしたりだとか、もう一回その、大学受け直すよっていうので仮面老人にしたりだとか、結局効率悪いので、今からそのやりたいことっていうのは綿密に立ってておいてください。で、大学比較の動画ですね、出していきます。で、夢を見つけるための自己分析の動画も、出していきますので、一応概要欄の方に再生リストの方を載っけておきます。本当にこう、大学比較、その偏差値帯で大学っていうのは選んでほしいんですけど、その偏差値帯もよくわからんよっていう人は、まずここでインプットすると。で、夢見つけるためのもうこれなんかもうどういうことなんみたいな。全くわかりませんよ。右も左もわかりませんよっていう人いると思うので、まあそういった方々に動画結構ありますので、何個か見てみてください。で、随時出していきます。おそらくですね、こういう系の動画ってカサニマロしか出していきません。あと、キャストダイス TV さんと、先生プレスチャンネルさんがですね、まあ、大学比較とかについて出していますけれども、まあカサニマロ本当にコンパクトにギューってまとめてまいりますので、ついてきてください。で、あとですね、漠然とした悩みある時ありますよね。まあ、フラット聞いてほしいなとか思うわけじゃないですか。で、しかもその何時間勉強したいのかわかんねえよみたいなこともありますよね。で、塾に通ってなくてアドバイスももらえないとか、まあ、塾の先生がひどすぎてもうまともなアドバイスがこれもらえんとかね。というので、受験相談とか進路相談ライブ随時行っていきます。で、ライブについてはですね、アーカイブを残さないという方針にしております。で、一応チャンネル登録をしておけば限定公開でその通知欄からいけるっていう抜け道を一応作っておいたんですね。一応その、なんやろ、アップロード動画集にはちょっと入れたくないなと、煩雑になるので、そういった意味でその登録していただければアーカイブも見れるよという状態になりますので、別に減るもんじゃないので、登録しておいてください。で、後でうざいなと思ったら、全然消してもらっていいので、今、チャンネルポチっといてください。はい。じゃあ、ライブの通知だけね、オンにしといていただけると嬉しいです。一応、まあ、ライブもですね、まあ、結構ゲリラでやりますので、結構急に僕らの、ノリでやったりするので、一応、ツイッターですね。弁当ツイッターやっております。ツイッターの DM に、相談いただいても、結構、割りかし返しておりますので、よければ、本当に、フラッと聞いてください。で、減るものじゃないのでね、まあ、後で鬱陶しかったら消したらいいので、道端にカサニマロ出くわした時に、いや、俺登録してないっすとかっても、全然怒らないので、そんな感じで、登録するだけして合わないと感じたら、秒速解消してください。皆さんのね、一番いい使い方をしてもらえればいいと思います。まあ、ここまでカサニマロ売り込みましたけれども、必ずしも登録しないといけないものでもないですし、秒速解除してもらって大丈夫です。これ、理科、数学の勉強法ですね。概要を説明していきます。数学予習&復習なんですが、文系組、切り集組は復習全振りです。これ当たり前ですけどね。もう全部終わってるよっていう人は復習全振りです。一応予習の人は、数三とかをやっていってください。で、文系の人でもまだ、なんか、ベクトルとか数列終わってないよっていう人がいれば、そちらの予習もしていくようにしてください。で、なぜ復習と書いたかというと、基礎分野が分かってないとなかなか難しいんですよね。で、だから早急にやってほしいのが、数学1です。数学1の復習必ずやってください。で、欲を言えば、数2の公式方程式あたりやっておいてください。もう、早急は通1ですね。通1やってないとなかなか次の単元が見えづらくなってくるので、通1やってください。数 A は、ちょっと優先順位低くなると思います。数 A は結構直前でも伸びます。で、理科ですね、未履修範囲がある方は予習です。で、ただですね、物理の力学と科学の理論分野は復習してください。これもですね、結構、結局、基礎の分野なんですよね。力学ってのはその力の釣り合いとか運動方程式とかっていう話なんですけど、電磁気でも出てくるんですよ。なので、力学ってのは今のうちに復習しておくようにしてください。で、僕の方の動画ですね、結構まとまっておりますので、そちらでやっていただければいいかなと。で、科学の理論分野ですね、こちらも僕の動画見ていただければいいんですけど、もっとおすすめなのが、僕の動画よりも圧倒的に分かりやすい、もうちょっと自分捨てますけれども、受験の山本さんという方がいらっしゃいます。
受験メモ山本さんという方がいらっしゃいまして、この方の授業とかめちゃくちゃわかりやすいのと、結構大学範囲まで足を突っ込んで説明されますので、暗記に振った思んない勉強じゃなくて知的好奇心をくすぐられる勉強なんですよね。知的好奇心くすぐられないと結局効率悪いので、おもろいと思えるような勉強をねしてください。効率ももちろん大事なんですけれども、おもろいと思えるかどうかというのが一番大事です。で、理科基礎ですね、これは特に文系の方になると思うんですが、現状ですね、英数国に振ってもいいかなというふうに思っております。で、英数国結構時間余ったよっていう方なんかやったら、社会に振ってください。で、なんでかというと、理科基礎とか社会とかっていうのはスッと伸びるんですよ。スッと伸びるんですよ。なので、英数国っていう伸びにくいものを今のうちにやっておくといいかなというふうに思います。特にですね、国語と英語ですね。国語と英語の二次試験も多分あると思うので、そちらの方を注力してください。じゃあ大前提1です。まずは人は死ぬと知るべきですね。死を実感せねばやる気にはなりません。体感時間っていうのは年齢分の1に比例するんですよね。だから20歳の人は20分の 1x っていう風な時間の感じ方やったんですけど、50歳の人って50分の 1x に感じるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、もう20歳でほぼその体感時間的には人生の折り返しなんですよ。だからあなたたちはあと2年とかあと3年とかで人生の折り返しになってしまうんですよね。なので結構急いだ方がいいですよ。いろいろ自分が将来ね、なんかもろもろ成し遂げたいというか、有名になりたいなとか野心があるんだったら今のうちに頑張っておいてください。フラーっと行きたい人はね、フラーっと生きてその幸せになれるような選択をしていただければいいんですけれども、はい。で、次ですね、だからこそ夢とか野望を持ってほしいわけです。夢とか野望を持っておいてください。で、大前提3ですね、勉強法を勉強してください。詳しいその各科目の勉強法はカサニマロ科目名勉強法で検索していただければ出てきます。まあ他にもですね、Google で調べてネットサーフィンでブラーって見ればなんとなく頭入ってきます。で、その勉強法を完全に理解する必要はございませんので、なんかね、まとめ記事とかで なんかあった内容 5% ぐらい理解すればそれだけで全然変わってきます。というので、まあ一応再生リストにね、勉強法については入れておきます。で、大前提4ですね、英数国の共通テスト対策始めてください。これ5月も言っています。なので、これは早急に行ってください。早急にです。もう一回言います。急にです。私立洗顔じゃない限り早急に行ってください。で、ちなみにね、共通テスト対策だるいな、じゃあ私立にしようかなっていうふうに思ってる人いると思うんですけども、一応学費ね、文系ですけれども、国公立やと大体ですよ、安く見積もって50万からろ、まあ高くて60万で、私立やと文系で安くて130万とかで、理系やと180万ぐらいのイメージです。イメージです。まあ、ただ150アラウンド、こちらは50アラウンドというところで圧倒的な違いがありますので、家賃とかもろもろ考えたらね、実はそんなに差がなかったりもするんですけれども、家賃とかもろもろを込みで絶対国公立の方が学費が安くて済みますので、まあ、そこはちょっと知っておいてください。で、共通テスト予想問題集やセンターの過去問の利用ですね。で、センターの過去問ですね、なかなかこう使いにくいものがあるんですよ。一応使えるのが国語数学あたりは使いやすいかなと思います。あとは理科専門科目ですね、物理化学生物あたりは使いやすいかな。特に国語が使いやすいです。なので共通テスト予想問題集足りないよという状態であれば、国語はセンター過去問使っていただいて構いませんので。で、しかもですね、この英数国っていうのは時間の勝負なんです。理科の話しませんでした、ごめんなさい。対策が遅れると最後まで間に合いませんのでご注意ください。大前提4じゃなくてこれ5の間違いな。カサニマロを登録してください。できればです。これもチャンネル登録増やしたくない人はカサニマロと調べれば出てきますね。絶対登録しようって感じでもないので、カサニマロという名前だけ覚えておいてください。で、大前提これ6なんですけど、英数国リーチャーだけが将来の成功と相関するわけではございません。で、やる気が出ないときは本を読んだりですね、悩んだときに人に相談できません。俺は相談するなんか自分の頭の中のモヤモヤを言語化できないんですっていう人は本屋さんに駆け込んでください。で、本屋さんに駆け込んで自己啓発本とかビジネス書とかを読んでください。心ふらっと落ち着きますので、本を読んだり別の勉強をしてみてください。例えば大学の勉強をしてみるとかですね、将来その理系に行く方は逆に文系の学問をやってみるとか、今文系の方は逆に理系の学問の、大学の範囲をやってみるとか、そういう風にちょっとですね、じゃあ数学やっていきましょう。共通テスト予想問題集を行ってください。これ早急に行ってください。分離問わずです。数学 2B で一部未履修の方は 1A を着手してください。で、2番ですね、苦手単元についてはチャートまたはフォーカスゴールドのコンパスマーク23、難易度タイプとしてね、簡単、やや簡単、普通、やや難しい、超難しいっていうのがあって、これの23ぐらいはやってもらったらいいかなというふうに思います。宮廷レベルを目指す方は3だけとかで OK です。ただ宮廷未満というか、もうちょっと下でいいよという方だったら、ちょっと3だと難しすぎると思うので、2から3というこの流れでいいかと。で、4、5はね、共通テストにはそんなに役に立たないというのがあるので、やってもいいんですけれども、4、5をやらずに共通テスト対策に進んじゃっていいと思います。で、数3の予習をしてってください。で、予習ね、なんでかというとですね、数3って結構対策がおざなりになっちゃうんですよ。あんまよくわかんないままというか、二次対策がおざなりになったまんま、数3なんかやっちゃうので、予習しておいてください、今のうちに。で、解説読んでもわからない場合は YouTube 活用してください。数学っていうのはわかりやすい授業動画がたくさんあります。で、一応部活が終わった方はですね、同値変形などをじっくりと考えて、論理的に考える訓練をしましょう。だから解けない問題という風なのを結構大事にしてください。で、その解説を聞くときにでもですね、同値変形っていうのを大切にしてください。で、同値変形について詳しく説明された動画がですね、古賀正樹さんっていう風に調べてください。古賀正樹さんの、動画がですね、かなりその同値変形について詳しく説明されております。で、先ほど取り上げたですね、受験メモ山本と承諾しますけども、受験メモ山本さんの動画もですね、一応同値変形の動画が一つ上がっておりましたので、そちらも概要欄の方貼っておきます。で、おすすめ YouTuber ですね、数学力向上チャンネルさん、とある男が授業をしてみたさん、超わかる授業動画さん、鈴木貫太郎さん、マスマティックスモンスターさんということで概要欄に貼っておきます。で、一応ですね、自分の中でガチ勉強の YouTuber とベッドで見るような YouTuber を分けてみてもいいと思います。だからそのガチ勉強だったら、マスマティックスモンスターはガチ勉強かなーとかね、鈴木貫太郎さんはガチ勉強かなーってので、予習だったらですね、ハイチさんの説明分かりやすすぎるんで、ぼーっと見とっても頭入るんですよね。神なんで方は。なので、そういうのでベッドで見るようなっていう風に使ってもいいかなという風には思います。で、僕の動画もですね、本当に雑に使っていただいてもいいですし、ノート取っていただいてもいいですし、
自由に使ってください。で、次ですね、参考書の説明です。坂田明さんのこの黄色い本おすすめでございます。中古で売ってるんで全然、まあ、全部買ってもそんなに値段しないと思います。で、短期攻略ですね、寸大のこれおすすめでございます。で、次ですね、ちなみにこれ実践編ですよ。僕がおすすめしてるのは実践編です。基礎編も、好きなんですけれども、僕は実践編がかなり好きです。理科ですね、物理科学です。カサニマロを見てください。コンパスクットサファーク、今日、調子悪いですね。で、授業をしております。物理科学ですね、カサニマロの動画を視聴してください。該当箇所の問題を解いてください。そしたらですね、分かる場合は自力で解いてほしいんですけど、分からなすぎる場合はいきなり解放音機でとりあえず OK。で、参考書とかレベル高い YouTuber の授業を見ると、この流れで言ってください。まず僕らの動画で土台を作ります。で、該当箇所の問題を解くことで点を集めます。で、参考書とかレベル高い YouTuber、体系的にここを結びつけていきます。ロジックを詰めます。こういう流れですね。はい。で、おすすめ YouTuber です。なぎらアカデミーさん、受験メモ山本さん、科学好きな投稿大生、和樹さん、受験セブンさんですね。これは物理が、物理のものです。で、難易度順でした。科学も難易度順です。超わかる授業動画さん、受験メモ山本さん、タデオビさん、科学好きな投稿大生、和樹さんということですね。一応ですね、簡単、むずい。簡単、むずいというふうな、順番で並べております。ですね、次、理科です。生物機、生物地学編ですね。カサニマロの授業動画少ないです。で、生物の一部のみ授業動画があるという状態なので、スタサプ、タデオビ、トライットの利用を検討してください。で、生物基礎はですね、ここ未来チャンネルを見てください。勉強のレシュンとしてはですね、復習の場合は問題演習、ちょっと難しめの問題演習、参考書解読と、こんな形でいいかと。予習の場合は参考書を読む、例題解きまくる解放機という形でいいと思います。で、この参考書を読むという段階が、別にその YouTuber で構いません。生物の場合ですね、生物専門科目の場合は、ケンバイオロジーさん、バイオロジーさん、おすすめでございます。こちらを見ていただいても構わないと思います。次ですね、ワンポイントアドバイスです。一問一答を隙間時間にやってください。特に理科基礎なんですけれども、知識問題はこれで解決させたらいいと思います。ただですね、一応共通テスト対策、一問一答とかいう超どうでもいい勉強が結構問われなくなってきておりますので、共通テスト対策やった上で、一問一答必要であればやってほしいんですけども、これ、カッコぐらいです。隙間時間の使い方がよくわからんよっていう人は、一問一答やってみたらいいと思いますし、要は、まあ別に電車の中とかで YouTube 見ていただければいいんですけれども、ちょっとデータの容量がとかっていうことであれば、まあ一問一答も一つは検討してください。で、一応参考書案内ですね、蒲田の理論科学の講義、デューシリーズのものをおすすめです。有機化学の構造決定の問題の、要点演習。こちら結構有機化学の中では僕は一押しの参考書となっております。で、物理のエッセンスですね。こちらもおすすめでございます。で、物理のその、漆原先生って書いてるんですけど、漆原先生の参考書がおすすめでございます。生物はこれでしょうということで、大森先生の、参考書をおすすめしておきます。じゃあ、勉強ね、頑張ってください。結構バーッと説明してったんですけども、なんか質問等ありましたらコメントの方までお待ちしております。それじゃあ、バイバー。